どうも、雪山大好き、海大好き、ラジオパーソナリティ斉藤亮太です。今回私はですね、やってまいりましたアルツバン大スキー場でございます。もう初のアルツバン大スキー場ということで、見えますか、猪苗代湖。こんなにいい天気っていうのはそうそう巡り合えないということで、これも一緒に私の日頃の行いということで、で今回はですね、アルツバン大、初ということで、もう2個新しい板が今回は初ですよ。あとステップオンも初でございます。ということで、初物尽くしのアルツバン大、今日はテンション高めでわっしょいでーい。両津のわっしょい .com。 今日の天気は大当たりです。猪苗代湖からのグググググ万代さんが見える。今日はですね、天気快晴、絶景でございます。持ってるな俺。よし行くよ、アルツバン大フローズン3。あれあれ、万代さん、万代さん、万代さん、よし行こう。さあ、これからですね、雪上徒歩ルートを行きたいと思います。これはアルツバン大スキー場から、徒歩で15分ぐらいで逆側の猫間スキー場の方にアクセスができるという。で、今まではですね、ぐるっと山を回ってだいたい1時間ぐらいかかる、車でかかるところを徒歩で15分ということで、今回3シーズン目を迎えているこの雪上徒歩ルート、実際、どういう感じなのか、とってもなんか自然の中で、散歩するみたいな感じになっておりますので、実際どうなのか行ってみましょう。レッツゴー。それでは雪上徒歩ルート行きたいと思います。なんかね、ブナ林を行くということなんで、あ、雪がいいね。さあ、こういうブナ林を行く感じです。15分ぐらい行く。今まで1時間ぐらいかけてね、ぐるっと回ってたんですから。まあ、猫間スキー場はね、パウダー天国ということで有名ですけども、これが逆側のアルツから15分の徒歩で行けるっていうのは、行かないわけにはいかない。よいしょ。なんか前にスノーシューでね、こういう感じのところ行きましたけども、そんな感じかな。いい感じですね。さあ、見えてまいりました、アルツバン大側から役者面の猫間スキー場まで雪上徒歩ルート、だいたい15分ぐらいと言いますけども、やっぱ雪上徒歩だと普通の徒歩の、おお、来たー、これこれー、すごいね、絶景だねこれ。いや、この景色を見ると、この移動の労も報われるというもんですな。いやいやいや、開けてきましたよ。いいね。やっぱここまで来たら一本猫間
かませないとダメでしょ。よっしゃ、来た来た、到着。ここもあれなんだね、10時から14時半までという限られた時間。じゃあ来ましたね。いやいや、絶景とはこのことを言うのではないでしょうか。せっかく来たので、デコマスキー場一本いただきます。やったー、到着ー、行くよー。 So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. さあ、ただいまレストランにやってまいりました。こちらのレストランはですね、まず、はい、バンダイ食堂さんはテイクアウトはできる。でこっちが、キャッシュレスで、ここがですね、コロナ対策ということで昼時を避けた場合はなんと、20% オフになるということです。それではアルツバンダイスキー場、思いっきりスノークルージング。あれはバンダイさんです、バンダイさん。
上の方から滑ってまいりました。お、見えた。あれが星野リゾートアルツバンザイ温泉ホテルです。イエーイ。こっからまっすぐ見えてきたよ。あれが猪苗代湖。うだだだだだー、イエーイ。いやー、滑っちゃったな今日。いい天気で最高です。サンキュー。さあ、ということでですね、本当にあのアルツバンザイスキー場お初、そしてニューボードお初、そしてステップお初ということで、初物尽くしの斉藤良津、今回はアルツバンザイスキー場でテンション上げ上げでわっしょーいでした。